はい、どうもこんにちは、岡田です。ということで、前回ね、ここを整地して、で、この畑だけ作ったんですけど、なんかゴーレム湧いてんな、おい。前回もうあいつに一回殺されたからね。俺の残機は2。きついよー。けど、やつをやりに行かないと。やりに行くか？え、なんで来る？なんで来る？やった方がいいのか？俺、鉄何個持ってんだっけ？28個か。まあ、ちょっと怪しいな。一応今回はですね、まあもうブランチマイニングをしようかなと思っておりまして、まあここで小麦は作れるから、食料はおそらく大丈夫。で、まあ結局大事なものってやっぱ装備だと思うんですけど、鉄装備じゃ、まあお話にはならないでしょうということで、まあダイヤ装備を整えに行きますかと。そしたら、はい。はい。それだけ幸運って強いよ。ああ、ダイヤモンド来た。やったー。ダイヤモンドダブルか。いやー、どうしよう。とりあえず1個回収して、どうしよう。まあ、でも、これ2個回収しちゃうか。いいや、オッケー。でかいでかいでかい。ちなみにここは高さ、マイナス11。はい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 。いいですね。非常に調子がいい。ここを俺の拠点とする。え、もう石鶴橋ラスト？やばいな、早々に帰らないといけなくなりそうか。まあでも、ダイヤモンド手に入ったから一旦帰って、師匠ガチャして、幸運さんゲットして、まずヤシだ。ヤシ作って、木いっぱい掘ってきて、エメラルド大量からの幸運さん交換？そこだな。まずヤシだ。おー、エメラルドと交換してくれんだよ。あいつやばくねえか。あー、ダイヤモンド出てきた。オッケーオッケー。やはり調子いいな。これは後で幸運さんで掘るように取っておきましょうね。楽しみに取っておこう。こんなに頑張ってもさ、例えばなんか、ネザー行ってマグマ落っこっちゃいましたとか、一発で死ぬからな。マイクラやりすぎて今手腱鞘炎になってるからね。始めた頃とかマジで左手超痛かったからね。キーボードで移動するって意味がわからなかった。マウスもまあまあ意味わかんないけど。左手さ、利き手じゃないから、利き手じゃない方の手の小指でシフトを押すとかいうさ、わけわかんなすぎんだよな。しかもそのシフトを外したら死ぬ状況って多いじゃん。スニーク外したらマグマ落っこっちゃいますみたいな状況多いからさ、左手の小指が正直俺の生命線になってんだよな。とりあえずこの石鶴橋が壊れるまで掘って、掘り終わったら戻って、矢細工台からの師匠やっていくか。あ、マグマの音する。やだ。オッケー、壊れた。じゃあ、一回帰りましょう。よし、君に決めた。君を師匠にする。間違えた。矢細工、ヤシさんにする。もういいからいいからいいから、なんでそこ登るの？高いところに行きたいの。高みを目指してんだ、お前。これ、何でハマってんの？おお、お、乗れよ。オッケー。はい。もうこれで君たち出られませんね。やったね。エメラルド今何個あるの？ 30 個か。いやでも30個以内で幸運さん欲しいから、もうこれでやろう。師匠ガチャをやろう。はい、ポチ。はい、オッケー。はい、ポチ。オッケー。うわー、ドロップ増加3めちゃくちゃ欲しいけど今じゃない。あー、修繕来たか。修繕24。いや、だったらもうこれ修繕やっとくか。いや、修繕にしよう。で、もう一人別のやつでガチャやるか。よし、そしたら、まあ、じゃあとりあえずね、今回は、まあ修繕ゲットできたんで、一旦ここまでにしておきますか。で、まあ次回までに、まあもしかしたら動画外で幸運さん出るまでやってるかもしれないです。だるかったらやらないけど、気合があればこいつ。こいつを、ちょっとまあ動画外でね、幸運さんにしとこうかなと思います。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。